ガングートは、ロシア帝国海軍の戦艦。後に、ソビエト連邦海軍の戦艦オクチャブリスカや、レボリューツヤと解消された。大北方戦争時のガングートの海戦に由来する。日露戦争後の海軍再建を目指した1908年計画により、ロシア帝国海軍は、初めての土球戦艦建造のため国内外から、建造計画を募る。従来は、 イタリアのアンサルド社クニベリティ造船艦の案の影響が大きいとされたが、ドイツのブロームウント、フォス社の案の方が採用されたのではないかという説もある。ブロームウント、フォス社は1911年、サンクトペテルブルクのロプティロフ造船所建設に携わり、技術提携もされている。さらにアメリカ合衆国のニューヨーク造船所の案では、前後に背負い式に、 主砲等を持つが三連装で、中央方針を一段高くするという設計案も出された。一方、再標艦視など、ロシア独自の設計も取り入れられた。いずれにしても三連装砲塔の採用で、背負い式ではなかったが、すべての砲塔を中心線上に配備できたので、左右減速方向に、主砲 30.5cm 砲4機12門すべてを、試行でき、 土球戦艦としては、かなり有力な艦であった。最初の土球戦艦、ドレッドノートは30.5センチメートル砲に、連装砲と5機で、全手法10門だが、左右原則に1機ずつある砲塔は、反対側に発砲できなかったので、左右原則方向には4機8門に限られた。しかし設計ミスと、艦型に比べ過大な兵装で、主砲12門すべてを、 発砲制射すると、完全体が、方園に覆われるのと、船体に過大な負担がかかるため、普段は、交互発射が採用された。手法自体も52口径と長方針で、最大行革25度、射程2万5000メートル、発射速度毎分1.7発と、後に、リガ湾に進行してくると予測された、ドイツ帝国海軍の土球戦艦軍に搭載された。 ヘルゴラント急戦艦から標準装備となった 30.5cm 砲の50口径 405kg 砲弾、行角13.5度、深く8度、最大行角で射程 16,200m をアウトレンジすることができた。ドイツ側は行角16度、深く5.5度、最大行角で射程 2400m に回収したが、それでも及ばなかった。 速力も、同時期の土球戦艦カイザー級戦艦の21キロトンよりも、有速の23キロトンにした代わりに、原則走行は、水薦229ミリメートルで、国海で対抗する、オスマン帝国戦艦、ヤウズスルタンセリムの270ミリメートルに比べあやや、薄かったが、日本海海戦の戦訓により、全体的に走行が施された。できれば、 カンマドも廃止する予定だったが、一層の居住制悪化につながりそうだったので採用されなかった。何より諸外国は、本級の竣工当時、超ど級戦艦に移行し、その後もポストジュットランド型戦艦、条約型戦艦、高速戦艦と順調に発展していった。これに対して、ロシア海軍を継承したソ連海軍は、ロシア革命による混乱に巻き込まれ、 他の諸外国海軍において、アメリカのアイオア級戦艦を除く、大部分の戦艦が除籍される1950年代まで、ガングート級戦艦を運用し続けたため、旧式化は否めなかった。1914年10月、ガングートは、ロシア海軍最初の土級戦艦、ガングート級戦艦の一番艦として竣工した。1915年7月、リガ湾に、姉妹艦、 ペトロパブロフスクと、ドイツ艦隊を迎撃に向かうが、実際には、全土旧戦艦、スラバ島が矢表に立ち放戦を行った。1918年、乗組員たちは、バルチック艦隊の反乱に参加し、ボリシェビキに加わった。1925年6月27日には、オクチャブリスカやレボリューツヤと解明され、1926年3月23日に、 最終駅する。1931から1934年には、近代化改装が行われ、艦首のクリッパー化、前哨、環境構造、水ズ後部構造の改正、整備と第一煙突の屈曲、誘導化を行った。他にも、対空変装強化、重油専用ボイラー、タービン乾燥等が行われた。改装以前に積まれていた25機のボイラーは、 オロジの急戦艦のために設計されていたボイラーと変えられている。また、第三種砲搭乗へカタパルトと航空機を搭載し、ミズンに揚州用のクレーンが設置されるが、航空兵装関係は1941年に撤去されている。1939年12月19日、ソビエト連邦とフィンランドの間に起こった冬戦争に参加し、フィンランド湾海域にて、 海上封鎖と陸上官方射撃任務に従事。その後、1941年前半のバルバロッサ作戦の直前に対空兵器が増設された。1941年6月22日、独ソ戦開始後にはタリンからクロンシュタット軍港に交代するが、レニングラード包囲戦の進展に伴い、ナチスドイツ軍航空機の空襲を受ける。 9月21から24日の間には、ドイツ空軍の急降下爆撃機により、中型爆弾6発の命中を受け、クロンシュタットからレニングラードに開港された。1942年4月4から5日にも、空襲により、爆弾4発の命中を受け中破している。1943年1月12から16日には、イスクラ作戦に参加した。 1944年1月、レニングラードの包囲が完全に解けるまで、NA ペトローシェブ、SD サロイキン司令官の指揮下でネバ川在白の第2部隊に属し、手法による1140回の砲撃が行われ、レニングラード包囲の全面的解除作戦に参加する。 継続戦争におけるビボルグペトロザボーツク構成に参加し、ビボルグ1に進出して上陸作戦を支援。7月22日、赤旗空衣賞を授与され、赤旗戦艦10月革命号の称号を与えられた。なおこの年には、イギリス製の285型火砲管制レーダーと279型対空監視レーダーが装備された。 1954年に練習館として使用されるも、1956年には、除籍となり、解体された。なお現在、クロンシュタ都市の都市公園記念碑として 76mm 校舎砲と、怒り、手法投稿部の装甲板が置かれている。ありがとうございます。